はようございます。私からは冒頭発言2件でございます。1つ目は文化庁移転協議会についてですが、本日朝、文化庁の移転に関し、内閣官房、文部科学省及び京都府、京都市で構成する文化庁移転協議会の第4回会議が開催されました。この会議においては、京都に文化庁本庁を置くことなど、組織体制の大枠、移転場所を現京都府警察本部本館とすること、および移転時期を平成33年度中とすること等について、取りまとめたところでございますので、報告をいたします。2点目が、国家戦略特区における獣医学部新設に関わる文書についてでございますが、まず家計学園への伝達事項という文書についてですが、昨日国会で答弁をさせていただいたように、本文書については6月15日の追加調査の発表時点においては、法人の利益を害する恐れがあることから、行政機関情報公開法に第三者の意見聴取手続きがあることなどを踏まえ、現時点では損益を含めて明らかにできないものとしたところであります。その後法人に対して正式に意見聴取手続きを行ったところ、開示することについて特に意見がないことが確認でき、文部科学省としても精査した結果、今回同内容の文書が存在することを明らかにいたしました。詳細はこの後事務方の方にお尋ねをいただければと思います。私からは以上でございます。幹事社の高井良です。よろしくお願いします。まず1問目、文化庁のところについて、場所、京都府警、規模は250人、時期はおっしゃると平成33年、こういうふうな方針を決められた経緯、決め手を教えてください。まずですね、移転場所につきましては、京都で行われた昭和天皇の即位の礼に合わせて建設された京都の近代化遺産であり、その保存継承は文化的意義が高いと認められること、公募のうち最も工期が短く、また工事費が小さくなる可能性が高いと考えられることを踏まえまして、京都府警察本部本館としております。職員数については、新たな文化技術基本法を踏まえた文化庁が強化すべき機能と、これまでの政府決定を踏まえ、本庁京都の職員を250人程度以上の規模感としております。2問目は加計学園の文書について、その機能あるというふうにおっしゃられた文書、あとはそのメールについてですね、どういう位置づけの文書なのかということを、誰がどのような指示を受けて、誰が文書なのかということを、これはですね、事前、大学設置の事前審査に関する相談、これはもう、ほとんどすべてのケースにおいて、学部を新しくするときや学校を作るときについては、文部科学省に関して事前、相談があるわけなんですけれども、それと同様に経営学園の方からですね、相談があり、それにこれは口頭で答えたものでございますが、その口頭で答えた内容の概要を事前にメモとして作ったということでございます。作ったのは担当者ということでございます。すいません、予算委員会の。すいません。